代表値の3つのうちの1つ目、平均値が終わりましたね。うん、で、次なんですね。で、何度も一番最初にお話ししましたけど、また平均値っていうのはなんかそのデータの代表値っていう、なんか象徴しているようになんか、あれ思っちゃうじゃないですか。で、その辺の感覚が、今回24ページ、この中央値っていうことを知ると、少しは、ああ、なるほど。代表値としては平均値、代表値を平均値だけじゃダメなんだなっていう感覚になると思うんですね。で、中央値、これメディアンと思いますね。これなかなかメディアンってあんまり入試なんかで言ったら文章で出てこませんけども、まあ一応必ずね、メディアンの横に中央値って出ますので、メディアン単独で出ることは中学校ではまずないと思いますので、ここら辺ご安心ください。じゃあちょっとやっていきましょう。24ページですね。我々はたくさんの数値を見るとすぐに平均値をわっと考えるでしょう。その通りですよね。でも感覚的に平均値はその種の特徴を表している代表者と思えない場合があるんだ。じゃあちょっと次の下の問題を見てくださいね。データを見てください。数値をね、ある中学校1年生20人のお小遣いの資料なんですね。これ単位円なんですね。もうお小遣いですから、まあ、あんまり単位やるとうるさいので単位ここは書いてないですけど、で500円、900円、800円、5000円、500円、バーって言ったときに、いや、とにかくじゃ平均値を求めてみようというふうに考えて、この全部資料全部足して20で割ったらば、1425円なんですね。で、パッと見てさ、このデータ、数値見て、平均1425円って、まずありえないでしょ。なぜかっていうと、1000円以上超えてるなっていうのは、5000円と1万円と3000円のこの黒太の3つだけで、あとは全部1000円越してないわけじゃないですか。ということはこの1425円っていうのがこの資料の代表値と言えるかっていうと、やっぱり言えないですよね。特殊表してないですよね。でなぜかっていうと、当然この5000円1万円3000円とかね、また極端な0円であるでしょ。こいつらが足を引っ張っちゃってるわけじゃないですか。特に5000円、1万円、3000円が思いっきり引っ張っちゃってるから平均値が上がっちゃってるんで、実際のこの資料の代表的な値とは扱えないっていうのが分かってもらえると思うんですね。そこで中央値っていう考え方が出てきたんですね。で、中央値ってどういうことかっていうと、これ本によってね、書き方、書き方って変なんですけど、これまずこれね、このデタラメの資料を大きい順もしくは小さい順、まあ、横に並べても縦に並べてもいいんですけど、まあ、ここで今回はこう縦に並べてみました。で、大きい順にね、大きい順、本によっては小さい順って書いてるのもあります。別にどっちでもいいんですよ。どっちか並べようとこれは問題ないですね。で、まあ、こう並べていくんです。そしてその真ん中の値、並べた時のその真ん中の値だったら、大きい順に並べても小さい順に並べても真ん中っていうのはどっちから数えても同じところに来なきゃいけないから、別にだからどっちから並べると関係ないんですね。で、今回これ大きい順に並べてみました。皆さんこう縦側にこのグレーで書いてあると思うんですけども、1万円からね、1万円5000円って書いてありますよね。あ、これやっぱり書かないとダメかな。これ縦に書くとちょっと幅が足りないので、ちょっとごめんなさい、ここは横に書いてみますね。横にね、大きい点、大きい点ですね。うん、よろしいですか。これ3か、うん、大きい順ですね。別に小さい順でも構わないですからね。よろしいですか。とまず1万円、ちょっとちっちゃくなりますけどね。1万円でしょ。次5000円かけるかな。3000円かけねえか、無理かな、かけないな。まあちょっと、まあいいや、ちょっとね、調子分かった。ね、1万円でしょ。で次5000円なんですね。でこれ3000円なのね。で900ね、よくやっていくんですよ。で、こう700で600で、パパーっていくと最後が500、500、0ね。そうするとこれ資料全部で
20人ありますね。これ全部20あります。そうすると真ん中の値はどこかっていうと、これ偶数この時っていうのはさ、ちょうどこのグループを10個10個ここまでちょうど10個なんですよ、データがね、資料で、ここもちょうど10個なのね。10個そうすると上からね、こうまあバー1,2,3,4,5,6で、これが一応10番目で、下から数えてもここが10番ということは、この真ん中の値っていうのはちょうど上からも下からも10番目のこの2つのこの2つの平均、平均値をこの数の中央値にする、ね、ちょっと真ん中の値でしょ、中央値、ね、中央値、いわゆるデータを全部並べた時にそのちょうど真ん中の値を代表の値にしてみようじゃないかっていう考え方が中央値なんですね。で、今回偶数個なんで上から10番目、下から10番目、じゃあこの2つの平均値がちょうど中央値にしましょうというふうに決めたわけですね。まあ理にかなっています。じゃあなぜこんなことをしたかというとですね、いわゆるこれ上からも下からも考えるとさ、こういうね突出したこういう数、突出したこういうのを無視できるわけです。こういう突出した値ですよね、平均とか、うん、その影響を及ぼすような値っていうのを削除できるんですね。そうすると削除できることによって、大体真ん中あたりというのがきっとそのデータの大体代表的な中心的な数になるんではないかなっていう発想なんですね。これですよ、突出したものを無視できる、ね、これを削除して考えることができるっていうことで、この中央値っていうのは大変便利なんですね。そうすると今回これやると650円ですよね。650円。なんとなくそうするとイメージとしてはなんとなくこうまあそのぐらいかなっていう気がしません？5000、3000、1万とあと0を外すと大体ねこのぐらいかなっていう感じするでしょ、となんとなく現実的に大変近い値になってくると。だからこういう中央値って発想っていうのは、この突出した数を無視して、ね、削除して考えることができるので、大変中央値っていうのは便利なんですね。よろしいでしょうか。で、今回これ偶数個でした。で偶数個の時はちょうど2で割ってですね、2で割ってその10、2で割って10でしょ、だから10番目と11番目、まあどっちかでもいいんですけどね、10番目と11番目、2で割った数の値プラス1の2つの平均を中央値として考えればいいんだ。で当然、奇数個の場合はどうなるか。そうすると、24ページ一番下、例題のところで、例題、以下の資料の中央値を求めましょうって書いてありますよね。で、これ、200、150。200、150、190、70、60、40。これ1、2、3、4、5、6、7でしょ。7だっていうことはちょうど奇数の場合真ん中があるんですね。1、2、3、4、1、2、3、4、2、3、4、どっちから数えても4番目ですよね。だからこういう時は中央値は4番目のこの90、これが中央値。だから偶数この時は、割った値といえば偶数この場合はですね、こうあって、これが偶数でしょ、そしたら N になるでしょ、割った値が N としましょう。そしたら N と N に1を加えた N プラス1、これの平均を求めてあげればいい、ね、文字を使うとこういう感じになってくるんですね。よろしいでしょうかね。さあ、それでは、25ページやってみましょうか。25ページでいいのかな、大丈夫ですね。25ページ、いいですよね。問い9、次の各問いについて中央値、メジャーを求めていきましょう、ね、メジャーとまたモードとかね、いろいろ出てきますけども、まあ、まあ、そんな心配いりませんよ。行きましょう。次の資料は中学校1年の C 組の自宅学習時間です、うん、まあ勉強してる方ですかね。じゃあこれのまず中央値を求めてみましょうですね。これ並べればいいんです。
でこれ全部で、数えると、まあこれわざとねちゃんと分かるようにしてですね、二の四のろの矢のと12、14、16、17ですね。ちゃんとねほら1個だけ60だけ突出してるでしょ。だから奇数個なんで必ず真ん中があるなと。でこういう時は、まあ、大きい方からでも小さい方からでも構いません。並べるんです。120大きい方から並べてみます。120で、ね、これはもう書くしかないのね。これどうしてもここはもう腕力で勝負です。五感をひたすら書いてください。で40、あらやばいか、45、私立ぼみになっちゃいますけど許してくださいね。40、35、30、20、ね、ちょっとごめんなさいね、00、すいません、私立ぼみです、失礼いたしました。けどこれ必ず、奇数個なんですね。だからいわゆる、1、2、3、4、5、6、7、8、9番目ですね。9番目、だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、これですかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9でしょ。だから今回中央値は45なんだですね。よろしいでしょうか。次、これカッコ1ですね。カッコ2、中学校当然上が奇数個なら下が偶数個に決まってるのが分かりますよね。そうするとこれも今度は、小さい順に書いてみました。一応答案の方では小さい順どちらも構わないんでね、今度は小さい順に書いてみました。そうするとこうですね、12、40、43、60、65、68、90、63、65、68、90、95ですね。うん、まあ一応数えて、二のしのろの矢のと12、10でしょ。だから14だからこうやればですね、14だから2で割ると7でしょ。だからさっき言って7と7プラス1、いわゆる8ですよね、の平均を、あ、これごめんなさい、番目のですよ、これ、7番目と8番目の平均を求めればいいということですからね。だから7と7プラス1番目ですね、番目の平均を求めるんだということですね、中央値はね。だから1、2、3、4、5、6、7、これとこれですよね。一やってみましょうか。1、2、3、4、5、6、7、よろしいでしょうか。だからこれの平均を求めるんですね。だから2分の56プラス58、これ平均と57です。だから、中央値は、57.7 ですね。よろしいでしょうか。それでは、次問10ですね。この問10は度数分布表から読み取っていくってやつですね。次の度数分布表から中央値を求めてみましょうですね。でこれ全部で度数分布表22人です。だから22人ということは、偶数個なんで、だからですね、これが問い中でしたよね。だから問い中、これ22人だからさ、2分の22だから11、だから11番目と12番目ですよね。12番目の平均を求めているわけじゃないですか。とこの度数分布表から、別に上からでも下でもいいんですけども、11番目っていうのはこれ足していけばいいんですね。39が下から見ると39キロ2名でしょ、43キロが2名、47キロが7名ですから、この時点で11になりますよね。ということは、11番目というの、まあ、下から数えた場合ですからね、11番目っていうのが、この11番目の人がこれ47キロと、12番目っていうのは次の上の53になりますから、ここの12番目の人は、53キロになりますね。よろしいでしょう。まあ、逆でもいいんですよ。上から11番目だった場合、
62キロが2名、57キロが3名でしょ、53キロが6名、下から今度上から下がってますよ。この時点で11になりますよね。だから上から数えると、11番目の人が53キロなんですね。もし上から数えたら、これ黄色で書きますと、上から数えると11番目の人が53キロ。で、12番目の人が、47キロになるんですからね。だから同じでしょ、やる計算はね。よろしいでしょうか。っていうふうに考えていけばよろしいですね。ね、よって、度数分布表より、よいしょ。2分の53、47。2分の47プラス53。90、100。ね、だから100だから 50になりますよね。よって中央値は50キロ。キログラムになるんだってことですね。よろしいでしょうか。で、最後ですね、問11、中央値を資料の代表値する理由を説明してみましょう。だからこれは回答編にも書いてありますけども、これキーワードというのは、いわゆる、資料全体の中で突出した値を消去して、考えられるということが大変便利な値なんですね。だから突出した値を、削除して、いわゆる、ね、こうですね、24ページの真ん中でですね、中央値は上と下の突出した値を削除できて、その影響を受けない、ね、その影響を受けないから大変便利なんだっていうことが書けてれば、問11はよろしいと思います。まあ、回答の方を読んでいただければいいと思いますので、ね、よろしいでしょうか。では、中央値に関してはこれで終わりにしたいと思います。